小さくても勝てる障害者雇用、やりがい充実で離職を防止。障害者が仕事にやりがいを感じたり、スキルアップしたりできる職場を目指す中小企業が増えている。抱える障害によって少しずつ対象は異なるものの、社員の個性を考え信頼関係を築くことが休職や退職を防ぐ一歩になる。専門家は法定雇用率を満たすための数合わせではなく、戦力と考えて処遇することが大切と訴える。電子部品製造の深さは、静岡県長泉町は全従業員の1割に相当する5人の障害者を雇用する。その一人、耳が不自由な男性従業員は電子機器の組み立てに関する国の技能検定に合格し、2人の健常者の指導役を務める。深沢の深沢義政会長は、男性従業員が頼りにされていることが嬉しいと語っていたと打ち明ける。深沢は障害者を含む社員全員のキャリアアップを支援するため、スキル表を作成する。スキル表を見ると、ハンダ付けや組み立てといった会社が求める技能の習得度合いが一目でわかる。社員が次に習得したい技能をイメージしやすくする狙いがある。深沢氏は、仕事である以上障害の有無にかかわらず会社に貢献してもらわないといけない、彼らの能力を引き出すことは経営者の役割だと強調する。その上で、5人のうち知的障害を持つ2人が働きやすい職場づくりは、男性従業員とは別のアプローチが必要だったと説明する。2人は電子部品の寸法を揃えるなど簡単な加工を担う。他の生産担当の社員と同じように、当初は本社の1階で作業していたが、数年前に2人の作業場を事務職が働く2階に変更した。以前は2人が任された仕事を終え手持ち無沙汰になったり、集中力が切れて作業を中止したりしても、繁忙期は他の生産担当が自らの作業に追われて状況を把握できない課題があった。2階に移ることで、事務職が常に2人に目を配るようにした。手持ち無沙汰の時間は2人にとっても居心地が悪い。周囲からサボっていると思われるリスクもある。現在は2人が手を止め続ければ、事務職が1階の生産担当のリーダーを呼んで、次の作業などを指示してもらう。事務職が2人の仕事の習熟度を見て、必要に応じて正しい作業方法を教えることもある。プラスチック袋を製造する船場化成徳島市は、2019年から障害者の雇用を本格的に始めた。以前は国の法定雇用率を上回るために雇用していたと語る美馬直秀社長は、現在は戦力として働いてもらっていると力を込める。知的障害者を中心に8人が働く。小売業や製造業などからプラスチック袋の引き合いが強く、以前は生産が注文に追いつかなかった。美馬氏は、売上高は増えても仕事の負荷を理由に社員が辞めてしまい、残った社員にさらに負荷がかかっていたと語る。人事改革の一環で障害者を戦力として処遇するようになった。障害者と向き合う上司が毎日のように変わる職場をテコ入れし、安心して働けるように努めた。それまで日替わりの上司はどんな仕事を任せれば良いか分からず、ミスを恐れた。その結果、段ボールの組み立てなど単純作業ばかり集中した。当時働いていた4人は同じ作業の連続に嫌気がさし、次第に休みがちになった。4人のうち2人の出勤率は5割ほどに低下した。現在は1人の上司が全員の個性を見極め、検品や梱包を任せる。機械を使った袋の加工や商品サンプルの管理といった具合に業務内容を増やし、
現場からこんな仕事は頼めないかと依頼も来るようになった。美馬氏は変わったのは会社と障害を抱える社員との信頼関係、戦力が増えたことで人手不足の問題も緩和したと話す。同僚の金属加工などを手掛ける釧路製作所北海道釧路市は、身体障害や知的障害を持つ5人の社員が営業職や工場の作業員として働く。知的障害を持つ社員はフォークリフトの免許を取得し、頑張りが認められて嘱託社員から正社員になった。釧路製作所によると、健常者と同じ土俵で働くことに喜びを感じているという。ご視聴いただきありがとうございます。本日が皆様にとってますます良い一日となりますことを心よりご祈念申し上げます。